マナド。マナドは、インドネシアのスラウェシ島のミナハサ半島最北端に位置する北スラウェシ州の州都である。メナド、メナドとも表記される。マカッサルに次ぐスラウェシ島、第二の都市である。西は、スラウェシ海のマナド湾に面し、海岸線の長さは1 8 7トル、北部には、東諸山岐阜県、サンエル島、インドネシア。 フィリピンの国境に接するタラウド、そして、ミナハサ県とマンテハゲ海峡に面し、東部と南部はミナハサ県に接する。マナド周辺の主要都市は、トモホン市、ビトゥン市、アムラン市。マナド市の水域には、ブナケン島、シラゲン島、マナド港から20分、マナドトゥア島、マナド港から45分、マンテハゲ島、マナド港から50分がある。マナド港から各島に、 ボートが運行。ブナ県島は、ブナ県海洋国立公園に指定されている。マナドトゥア島の最高地点は、標高800メートルのマナドトゥア山である。マナド1の一番浅い地点は、水深2から3メートル、大陸斜面の深さは2000メートル。ビトゥン市は、マナドから東へ約50キロメートルの東海岸に位置する港町。昭和初期には、 数軒の土着民が点在する小さなブラ様であったが、日本人の大岩勇、愛知、豊浜出身が起こした東インド水産が、造船、漁業により就労の場を作り町を形成した。沖縄、伊兵屋伊勢名島からの漁民が多く戦前から定住して、家庭を持っていたが終戦で、帰国、残された日系人が存在する。古くから日本人による漁法、 カツオブシの製法の強値により、現在も多くは、焼津、枕崎へ輸出されている。なお、現在でも民間人日本兵士の維持がいるが、日本政府による調査は行われていない。現在は日本からの ODA による、コンテナ不当の完成により北スラウェッシュへの貨物、人の往来の玄関口となっている。気候は一年を通して涼しい。 平均気温は摂氏24度から摂氏27度の間。年間降水量は3.187ミ、mm、リメートル。降水量は統計上は1月が最も多く、8月が最も少ない。平均湿度84%。モンスーン気候で雨季と寒季に分かれる。通常10月から3月までが雨季で、4月から9月までが寒季。近年、雨季明けが遅れる傾向にある。 1658年、オランダ東インド会社は、マナドに砦を作った。他のインドネシア東部地域と同様に、多数のマナド住民は、リーデル、シュバリッツなどのオランダ人宣教師によって、キリスト教家された。1830年、ジャワ島の王子ディポヌゴロが、オランダ政府によって、マナドに追放されてきた。1859年、イギリスの生物学者、アルフレッド・ラッセル・ウォレスは、 マナドを訪れ、マナドを美しい町であると称賛した。1919年、セルベス教皇圏がこの町で設立した。1961年、マナド教区に昇格した。これらは第二次世界大戦中、連合国軍による爆撃によって、甚大な被害を受けた。太平洋戦争以前、日本の南洋庁によるパラオ統治により、日本の企業が進出。 マナドに支店を作った。多くは将来の内容進出を視野に入れた国策会社であり、1937年の日本人、解明簿には120名の記録があった。当時の領事館はマナドにあったが、現在はマカッサルにあるジャカルタ日本大使館出張駐在館事務所となっている。太平洋戦争開戦後の1942年1月11日。 乱印作戦の一環として、日本海軍落下山部隊によって落下山、奇襲攻撃が行われ、ラゴワン空港及び周辺のミナハサ地域が占拠された。海軍の地上部隊は、マナド港及びケマより上陸、その足でラゴワンで合流、終戦まで駐留した。マナド周辺は、海軍、トモホンから、ミナハサは陸軍が管轄した。なお、 2月14日には、スマトラ島パレンバンの大油田地帯、飛行場に対し今度は、日本陸軍落下山部隊による攻撃が行われている、パレンバン空挺作戦。1985年頃、日本人と結婚した、ミナハサの女性が、兄弟友人を呼び寄せ、1992年頃には、茨城県の傍聴に、不法インドネシア人のコロニーが出現、人口2万人弱の町に、 1200名が不法定住しており、入管の摘発が月2の頻度で行われるぐらい異常な状況であった。ミナハサの村により、アメリカへ出稼ぎに行っている地、日本へ行っている地、オランダへ移住した家と、立派な家が建築された。入管の取り締まりが厳しくなった以降、ミナハサの日系人が彼たちにとって変わり現在に至る。多くの若者の目は海外を見ており、 日本は未だに黄金の国と言われている。ミナハサ族、マナド人。またカジンや日系人も居住する。ミナハサ族、マナド人は、マレー語の一種であるミナハサ語、マナド語を話す。ミナハサ語はインドネシア語との共通点が多く、植民地時代の影響でオランダ語やポルトガル語の言葉が多く採されている。一口にミナハサ族といっても、 交通が発達するまでは、ブラック間の交流も少なかったようで、地域により言語が違う。方言というより、全く違う言語であり、言語学者の興味を引いている。市民の大半はプロテスタント、街中に教会が多く存在する。近年、インドネシア政府の民族融合政策、または移民政策により、ジャワ、 スマトラのイスラム教徒が移住し始め、マナド市の中心地にもモスクが出現、イスラム化が進んでいる。サムラ・トゥランギ国際空港は、マナド市内から1 3トルのところにある。ジャカルタ、スカルノハッタ国際空港、シンガポール、ダバオからの直行便があり、ジャカルタからの一部の便とスラバヤからの便は、マカッサル、ハサネディン国際空港やバリクパパン、 スルターン・アジ・ムハンマド・スレーマン空港を経由する。マナド空港から市内までは空港タクシーが便利。近年ブルーバードタクシーが進出し安心して乗車できる。マナド市内はミクロレットが便利だが急速な自動車社会の発展により渋滞が状態化。市内は密集する住宅で道路拡張も困難でミクロレットの整理、一方通行。 外観道路の整備等で渋滞解消を目指しているが困難である。マナドビーチ沿いのピエールテンデアンボレバード、ピエールテンデアンブルバード大通りにはデパートや飲食店が立ち並ぶ。土産物店はジャランベウェラピアン、ジャランブはロープアンとパサージェンキ、パッサージェンキーに集中している。パサーイカンクアラジェンキ、パッサーイカンクアラジェンキーは魚介類の市場。 マナドの名物料理は、ティヌトゥアン、マナドの野菜をかゆ、ブブルマなどとも、パニキ、川掘り料理、エルウェ、賢肉料理、焼き豚、ナシクニン、ゴフ、パパイヤの酢の物、バゲア、サゴクッキー、ラランパ、もち米の中に、ツナのそぼろ、パナダ、魚の揚げパン。マナドの地酒は、チャプティクスのサグエル、キャプタイクズ、ネズミジ,ジュシという意味。辛味の調味料として、 ダブダブがある。ミナハサ高原のほぼ中央に位置する淡水湖。周囲の田園は北スラウェシュ州の国草地帯となっている。また淡水魚の養殖も近年盛んになり、湖畔に多くの淡水魚料理店が設置されるようになった。オランダ統治期には多くのオランダ人の避暑地となっていた。この湖水は戦時中日本軍により作られた。 アイルマディティ町の水力発電に利用され、マナド市を経て、セレベス海に至る。1997年アメリカの生物学者がマナドを訪れた際、パサール遺憾、魚市場で切り身になった、正体不明の魚を見つけ、検査したところ例シーラカンスと判明。一躍有名になった。また、シーラカンスに興味を持った福島県いわき市の、 アクアマリン水族館の関係者によって、水深約120メートルから200メートル付近で、シーラカンスの生態がビデオで捉えられた。その後、海流から考察して、パプア海域にもいると思われ、調査の結果、その存在が確認された。ちなみに、アクアマリンでは、アフリカ大陸南東部に位置する小諸諸島より、取り寄せられたアフリシーラカンスのホルマリン保存の、 標本が展示されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。